スマホに閉じ込められるなんて。魔法の力に巻き込まれるのは初めてってわけじゃないじゃん。まだラリティとアップルジャックは外なんだし、きっとここから出してくれるよ。まず仲直りしてくれないと。助けが来るのをただ待ってるわけにはいかない。ここがネットの中ならハッキングすればいいのよ。なら簡単ね。多分、ラリティとアップルジャックは無事だといいけど、今外がどうなってるのか知りたいわ。ごめんねレア、でもあんたってちっともレアなんかじゃない。あれ、今の消えるタイミング。うん、いいアクセサリーを甘く見ないでちょうだい。私の魔法の力を跳ね返さないでよ。アップルジャックよりあなたを信じたなんてどうかしてたわ。ちょっと、いいわご勝手に。あんたなんか必要ないし、私の部下は集まりなさい。私がコスチュームデザイナーのリーダーよ。前のコスチュームデザイナーのリーダーだった人は JKC だから、とんでもなく自己中。じゃあ心に響くスピーチを聞いたってふりしてさっさと仕事に戻って。もうパレードが始まっちゃう、もし私がやきもちなんて焼かずに仲良くしてたらこんなことにはなってなかった。ラリティには本当悪いことしたな。アップルジャック、ラリティ行かないで。そうよ、すっかり調子に乗って馬鹿げたパレードのことで頭がいっぱいになってた。ビギエッタの心にもないお世辞にいい気になって本当に大事なことを忘れてたわ。友達よ。何言ってんの、つまんないお世辞がいくらあっても足りないくらいの才能があるよ。お世辞はもうたくさん、まだ謝り終わってないんだから。二人でやるはずが一人で仕事しちゃってごめんね。私も妬んだりしてごめん。ずっとビニエッタを好きになれないって気持ちばかりぶつけてたけど、本当は自分をごまかしてたんだ。親友を失いそうで怖かったんだよ。失ってない。リンゴ飴でも食べに行かない？親友って言えばビニエッタがみんなをネットに閉じ込めたって白状したわ。急いでみんなを助けに行かないと。え、そんな大事な時にのんきに気持ちを打ち明け合ってたの？大急ぎで救出プランを立てないと。トワイライト？繋がった。ビニエッタのスマホに閉じ込められたの。でもハッキングして入手したアプリであなたの IP アドレスに電話したの。ああすごいね、さすが。でね、元に戻る方法を考えたんだけど、遠隔操作でビニエッタのスマホに全ての承認をリセットしてバックアッププロキシを構成するウイルスをインストールして、それで私たちは出られるはず。プログラミングの知識は？あー全然。あ、木で火なら起こせるけど。あーそう、いいわ。覚悟のある？あ、ちょっと待って、どっかからあんたの声が聞こえる。え、それも近くから。どういうこと？スマホを通してパーク内の白い部屋に移動したんだ。じゃあ私たちずっとただの白い部屋にいたの？みんな知らなかったの？ミクロチップス？今ビニエッタに写真撮られたの？完璧なリンゴ飴を作ろうと一生懸命やってたら、突然ビニエッタが僕は理想のかっこいいオタクじゃないって言い出して、スマホで写真を撮られた瞬間、時間と空間の法則をまるで無視したこの場所に来たんだ。ねえ、これってまずいよ。きっとビニエッタはパレードに加わって、彼女の気に入らないものがあれば何でもスマホで消そうとする。もし観客のことが気に入らなかったらどうなるの？来場者はみんなパレードを見るわ。もし彼女が一度に大勢の人をこの狭い部屋に送り込んだら、ギュッと押しつぶされる。友達も来てるわ。スイーティービルも見に来てた。ビニエッタを止めなくちゃ。
でももしパレードを中止したらあんたの作品を見てもらえないじゃん。誰かさんのおかげで友達が一番だって気づいたから。急がないと、きっとビニエッタは時間が経つごとにどんどん魔法に夢中になってるよ。私とは合わないみたいね。でもいいわ、指一本で自由自在だもん。吐いてるよみんな。雨は降ってないけど水を差すわね。いいね。残念ながらパレードは中止よ。スマホの電源を切ってこっちに渡しなさい。ソーシャルメディアのスターに向かって本気で言ってるわけじゃないわよね。いや本気だよ。ラリティ、あんたの友達はこれで人気者になれるのよ。私がうまくやったから。本物かはどうでもいい。大事なのはネットでどう見えるか。これはずっとなりたいと思ってた自分になれるチャンスなのよ。違う、これはなりたいものになれたと見せかけてるだけ。本当に手に入れたいものはいつだって目の前にあったわ。友達よ。ネットでどれだけ成功しても一緒に喜ぶ友達がいなければ何の意味もないわ。何するのよ、これじゃもう完璧になれないじゃない。私も自分の作った服を完璧って言われるのは大好きよ。でもあなたはちょっとそのことにこだわりすぎね。そうかもね。いや完璧そうだよ。あんたは私の友達のホログラムを作って観客みんなを小さな部屋に入れて押しつぶそうとした。上を目指しただけ。上を目指すのは悪いことじゃない。でも人を犠牲にするのはダメよ。特に友達は絶対。友達？はあ、フォロワーは300万人でも友達はいない。すごく惨めよね。一人いるわ、もしよければ。もう一人いるよ。なんで喜んでるの？どうなってるか分かってるのかな。さあ、うわ、レインブームスがスナップギャップでトレンド入りしてる。レインボーのレーザー光線を使ったパレードは最高にかっこいいって。見て、パレードは台無しになってないよ。ね、そこに楽器があるから演奏できるよ。だけど緊張するんじゃない？あなたにも同じこと聞いちゃう。あなたも賛成よね。ちょっと変なとこアプリで修正しちゃおう。これで完璧バッチリハッピー写真でも忘れないで。そんな写真撮れるのは他にも大切な人がいるから。それは友達、一緒にいれば何だって乗り越えられる。私一緒が一番。世界が広がって景色が変わっても忘れはしないで自由でいること。見失わないで大切なこと。夢も友情も
ほら目の前にある友情は測れはしない一緒にいれば最高だから